ウイルスソフトのアップガードは優位性あると思う？アップガードを知らない。アップデートってこと？アップガードっていうソフトがあるの？なんか僕はマイクロソフトのウイルス性、アンチウイルスソフトを使ってるので、特に意識したことはありません。人によってはアンチウイルスソフトって買うと思うんですけど、Windows ユーザーって買う必要ないと思うんですよね。だって天下のマイクロソフトがお金かけて開発しているわけじゃないですか。で、時間差の問題で他のアンチウイルスソフトの方が早く検知できるウイルスっていうのが存在する場合もあります。ただ基本的にはマイクロソフトが作ってるアンチウイルスソフトで必要十分なんですよ。そのマイクロソフトのアンチウイルスソフトで対応できないような状況っていうのは今まで出たことがないんです。なので、無料で使えるんだからそれでいいんじゃねって僕は思ってるんですけど、ただ上場してるアンチウイルスソフトとかもあるので、それ言うと会社潰れちゃうんでね、いろいろ大変かもしれないですけど。ひろゆきさん、あっち向いてほいで遊んでください。あっち向いてほい。